はいどうもこんにちはフレッドの恐竜チャンネルです、えー、ちょっとね動画間隔空いたんですが、えー、今日もね恐竜のフィギュアが入った箱を作ったので一緒に中身を見ていきましょうはいそういうこと動画ですえー、っと恐竜動画いろいろ撮ってるので是非高評価とチャンネル登録よろしくお願いしますはいまずこちらですねどうでしょうかアイアンマンにしようかこれアイアンマンなんですけどこんな感じになってますね、はい まあ、な、なんで入れたのかっていうと自分でもよくわからないんですが、えー、入れてみました。はい。こじです。はい。えー、まあ、他は全部恐竜かな。恐竜じゃない動物も入れた気がするんですけど、えー、まあ、大体恐竜だと思うんでね、見ていきたいと思います。はい。まずこちらですね。はい。えっ、ー、と、多分ね、シュライヒか何かのベロキラプトルをパクったやつだと思うんですけど、えー、こちらが入ってましたね。 こんな感じです。色がね、灰色に青という形になってるんですが、えー、顎がね、動くギミックはオミットになっていますね。こんな感じです。はい、えー、次です。アンキロサウルスですね。こんな感じです。えーっとね、 あのー、これは恐竜フィギュアシリーズのやつなんですが恐竜ワールドジュニアにもともと入ってたものになりますねはいこんな感じです色が茶色っぽい色で統一されてますねまあちょっと色分けあるんですけどはいス、ね、テゴサウルス同様にここにねトゲみたいなのがついてますねこんな感じですはいえー、恐竜のパズルフィギュアですねのトリケラトプスになりますはい えー、こんな感じで組み立てるやつですねはい次ですえー、スティギモロクですねこんな感じになっていますこれねえっ、ー、とジュラシック・ワールドのなんかあの前売券買った特典か何かに入ってたやつで本当はねティラノサウルスが欲しかったんですけどなんか当時なくなっててすでにでこのスティギモロクが出たって感じですね はい、なんか結構ジュラシック・ワールド3部作では、えー、パキキュアルサウルスよりもねなんかよく登場してたというかパキキュアルサウルス出てたかなそういえばなんか覚えてないですけど、はい、そんな感じですねそういえばあのハモンドコレクションのパキキュアルサウルスを買いましたね、えー、トリケラトプスですねこれは恐竜の本のなんかセットに入ってたやつになりますねなので、ね、このシリーズって結構クオリティが高いものと なんかこう独特なねアレンジというかあのー、ちょっとなんかクオリティが微妙なやつがねあったんですけどこれはちょっと微妙な方というかまあいい意味で言うと味があるような感じですねこの唇が大きい感じとかねはいこんな感じですスティラコサウルスは結構リアルなんですよねはいえー、まあこれはまあいつも登場するあの問題児というかひょうきんもののねトリケラトプスですね こんなな感じになっていますね、まああのー、これは特に話すことないすかねもうもういいでしょうこれもはいえー、ティラノサウルスですねこれはね結構いい気がするんですね色合い的にこうやってペアで置くとね結構いい感じにはなるんですけど目がねやっぱ残念ですねはい。 これ結構造形は両方ともちゃんとしてるんで、そこそこ上手い人が作ったんじゃないかなと思いますね。えっと、このベロキラプトルも入ってるんですけど、どうですかねベロキラプトルよりも T <laughs> レックスとトリケラトプスの方が結構リアルな気がしますね。はい。ホホジロザメですね。昔、かなり昔に買った記憶がありますね。はい、当時はそんなね、 サメの可動フィギュアとかなかったんですよね。サメって、まあ、今結構人気じゃないですか。あの、B 級映画とかで。なんですけど、当時そこまで、まあ、人気は人気だったと思うんですけど、そんなにグッズってなかったんですよね。はいえー、海洋堂の最下にはですね、やっぱ海洋堂はいいですね。今 3D ソフトの造形やってるんですけど、 どうですかねやっぱこの鎧竜もちょっとチャレンジしたいですねただ鎧竜ってどっちかというとこのボディーがメインなんで結構難しい気がしますねはいこんな感じです色はまあ黄色とか白とかで色で結構複雑な色合いですねただまあ見事に表現してるんじゃないかなと思いますディメトロドンですね こんな感じですちょっとね口のねこの赤い塗装が個人的にあんまり好きじゃないんですが、えー、造形自体は結構おしゃれでリアルな感じじゃないかなと思いますね、はい、よくこういうのは、ね、博物館とか動物園とかで売られてるものになりますねはいこんな感じです、えー、パラサウロロッスのアニアシリーズですねえっ、ー、とこれはね ジュラシック・ワールドとかとライセンス組んでるものではなくてえー、なんだっけあのアニアオリジナルの恐竜シリーズですねなんかねムーブっていうね恐竜フィギュアシリーズがあってまあアニアに便乗して出たようなものなんですけどなんかちょっとそれもね触ってみたいなと思いながらもなんだっけなおもちゃの青木かなんかで見た気はするんですけど なんか結局買うチャンスがないのとそんなに流通してないからか中古品でもそんな見かけないんですよねあのアニアのガチャガチャみたいなやつはあるんですけどこっちはあんま見かけないなっていう感じですねこっちというかそのムーブの方ねはいえー、こんな感じでね、えー、いろいろ動きますね尻尾も動くしここの首関節がいい感じでねなんかこうこれ系の恐竜って 結構首を使ううというか例えばこうオスがオスじゃない敵がね敵の肉食恐竜が来た時にこう上見て確認する時とかこう首を下げて水を飲むとか草をはむ時とかうん、まあ、さっきオスって言いかけたんで言うんですけどまあ例えばオス同士がねメスを巡って戦う時とかでどうなんですかねこういう恐竜ってトサカでなんか勝負したりするんですかねはいなんかそんな感じで。 遊びやすいやつだと思います、アニアの中では。ただ、まあ、やっぱり前足がそんなに動かないっていうのが残念ですね。はい、えー、これはなんか、昔なんか外国のおもちゃで出たやつですね。はい。か中華トイのおもちゃなんですが、えー、トサカがなぜか4つあるディロフォサウルスですね。これ覚えてる人いるかなこれ、レビューしたの。はい。色はピンクと、 緑でですすねね、はいえー、イグアナドン、ね、こんな感じですなんかね恐竜のなんか合集店みたいなのがあって兵庫かな兵庫県の方で会っててですねすごく行きたいんですよねあのー、あのー、まあ行きたいんですけど、まあ、ちょっとスケジュールが合うかとかいろいろあって結局行けてないですけど。 まあちょっと機会があればね行ってみようかなと思いますなんか結構気合い入ってる感じであのー、いわゆるそのなんか恐竜の復元図が結構昔って結構違ってたりとかちょっと変なものとかもあったんですよねでそういうのをまとめたあれでであのー、僕が結構ね子供の頃好きだった荒木和成さんっていうあの恐,恐竜のフィギュアとかの造形をされている方がいてその人もなんか今回のそのあれに携わってるらしいんで ちょっと行ってみたいですね。はい。とは思ってます。で、そのイグアナドンがね、こういう感じのやつなんですけど、えー、ちょっとね、行ってみたいなと思います。まあ多分どうなんですかね。なんか撮影とかはまずできないとは思うんですけど、うん、まだ、あ、なんか行きましたっていうのはコミュニティ欄にあげるかもですね。そんななんか、ね、僕ってそんな、あの、YouTuber って感じじゃないんで、 なななんか行っってみたーみたたいいい感じでは動画やらとと思まますとだけ言っておきます、えー、パキキオロサウルスですねこんな感じですこれはまあ尻尾がまっすぐなタイプというか、えー、自立しやすくなってるタイプですね、はい、ハモンドコレクションのねパキキオロサウルスをね2体買ったんですよでなんかあのアメリカの友達はそれがめっちゃ好きらしくてパキキオロサウルスがで5体ぐらい買ったのかな 後々高くなるだろうっていうのを見越しつつ、まあ個人的に欲しかったのか、結構買ってましたね。はい。まああの、最近ね、そのハモンドコレクションって、いわゆる18分の1スケールのフィギュアであの、日本で言うと初動シリーズとかミクロマンシリーズ、ミクロマンはもうちょっと古いですけど、あれくらいの規模のね、フィギュアと一緒に置けるタイプで、結構そういうのがね、最近恐竜のフィギュアだと人気なんですよね。 で、あのー、ハモンドコレクションもねいろいろな恐竜たちが出てて全部は終えてないですけどまああの、小型恐竜系はね買いたいなといろいろ買いたいなと思ってますねはいそんな感じですえっとラプトルとかはね確かまだ在庫あったと思いますねアメリカのアマゾンではいそんな感じですコモドドラゴンですね えー、コエロフィシスみたいなやつですね小型のオルニトレスですかな昔のタイプのはいこんな感じですねこの足の造形が結構いいですねなんか鶏っぽい感じというかはいこんな感じですね最近ね恐竜のフィギュアの造形とかすごいよく見るようになったんですよねあのさっきの話も兼ねてはいですねはいオビラプトルですね このシリーズの恐竜フィギュアでねちょっと欲しいものがあるんで近々買うかもしれないですねこんな感じですあこれこれが入ってたこれねこれがあの僕が好きなサファリのティラノサウルスのフィギュアがあるんですけどちょっと前に動画で何体か何回か出したんですがそれのねえー、っとティラノサウルスと同じ造形のフィギュアになってますねこんな感じです結構小さいですね 比較してやりたいんですけどね。ちょっとここに近くに置いといて今度また出してみましょうか。はい、えー、ナゾスケリドサウルスですね。こいつも結構僕の動画では出てくるようになりましたね。はい。えー、ベルキラプトルですね。なんかやる気がなさそうですけど、はい、こんな感じになっていますね。 えー、色がですね、えーと、オレンジ色にベージュ色な感じで,、えー、ですね、はいえー。次です。アニアのベロ,ベロキラロプスじゃないあの、ディメトロドンですね。こんな感じになっています。はい、これはね、まあ、結構造形、僕好きですけどね、いろいろディメトロドンのフィギュア見てきたのと、あとはあのマテルのディメトロドンも見たんですけど、顔のね、 感じはかなりこれリアルだと思うんですよね頭蓋骨の感じははいなので結構僕は気に入ってるおもちゃかなと思いますねはいインテリアにもいけそうですよねこのガニ股がすごくいい感じななってますねただ足とかは動かない感じですね動いてくれてもいいんですけどねこれなんか別パーツにすればもう勝手にロールになるんでつけてくれてもよかったんですけどね はいえー、パラサウルロスですねこいつもちょっとやる気なさそうですねこんな感じですちょっとなんかお腹の部分太り気味だけど他はちょっと痩せ気味な感じですねはいこんな感じです色が灰色に緑ですねにちょっとヒョウ柄のような模様があります えー、プテロノドンのフィギュアですね。これはハッピーセットのものになります。同じです、はい。ブラキオサウルスですね。えー、黄緑色に、濃、え、い、ー、緑っていう感じの色ですね。 こんな感じですで。これは指に挟むフィギュアですけど、これね、なかなか見かけないんですよね。あのダイソーさんで売られてるシリーズなんですけど、一部の店舗でしか見かけないんですよね。こんな感じです。顔がね、なんかあのパポのアロサウルスに似てる気がしますね。結構リアルな方だと思います。えー、っとね。 えー、アパトサウルスみたいなやつですね。緑、緑じゃない、オレンジ一色。松ぼっくりみたいな感じのアンキロサウルスですね。これもトイザラスに入ってる、トイザラスのフィギュアセットに入ってるやつですね。T レックスですね。はい、こんな感じです。これは目は塗られてないタイプですね。えー、肩を組もうとしてる。 なんだスピノサウルスですね若干顔はね面長になってるんですよねだから特徴は捉えてるんだけどこのスタイルというかポージングが謎すぎるフィギュアですねえー、ベロキラプトですねこんな感じですえー、っとねまあこんな感じです えー、色が緑に濃いなんだ銀色っぽい黄金色みたいな感じですね最後がプテラノドンですねそうそう今思えばこれとえー、っとねこれとえー、っと イラノがいたはずなんだけどなあれどこいたっけああこれだこれとえー、っと目が微妙なトリケラトプスがねいたんですけどあこれですねこの4体がねそのディノワールドかなんかいう、あのー、恐竜フィギュアセットに入ってた恐竜たちなんですよねこっちが A タイプでこっちが B タイプだった記憶がありますはい そんな感じですね、はい、えき、ー、今日出したやつをいったんダーッと戻していきましょうかはいえー、こんな感じですねいろいろ恐竜のフィギュア入ってたんですがどうですかねまああのー、そんなになんか目玉商品というかなんか ね、あの結構、わっ、これはっていう感じのものは今回入ってなかったかなと思います。はい、まあ、ちょっとあのー、微妙というか、まあ、な,なんていうんですか、ランク B じゃないですけど、B ランクぐらいのフィギュアが多かったかですかね。まあ、アニアとかあったんで、結構リアルなやつもあったんですけど、ああ、海洋堂もありましたね。うん。 えー、まあ、今一つでラインナップ感だったかなとは思いますね。はい。そんな感じです。えー、ちょっとね、あの、ここ最近の動画投稿に関する話をしておくと、えっ、ー、とね、数日前に、えっ、ー、と、C3 トイズの恐竜フィギュアセットをレビューしようと思ってたら、あの、容量が満パンですみたいな感じで、あの、途中で動画が切れましてで、ちょっとそれでね、モチベーションが下がってたのと、 あと、ちょっと昨日の夜はですね、あの、ちょっと、あの、3D プリンターを買ってて、えっと、それのね、印刷をしようと思ったんですけど、それがね、なかなかうまくいかず、えっ、ー、と、ちょっとできてなかったですね。この 3D プリンターってね、難しいんですよね。なかなかちゃんと印刷できて試しがなくて、はい。なので結構苦労してますね。はい。 でまあちょっとそこら辺でモチベーションが上がらずっていう感じだったので、えー、今回動画を撮ってみましたはいそんな感じですかねはいまああのー、うんまあね以前ほどの勢いがないんでっていうのがまあそれにつけるんですけど、まあ、僕もね昔みたいな感じでこう動画が伸びてくれればいいんですがなかなかそういうわけにもいかずっていうところなので えーちょっとね自分でも何か模索しながら頑張っていこうとは思ってますねはいそんな感じかなはいまあちょっと良かった恐竜を見ていきましょうかまあ中でも良かったやつはあるよね、まあ、アニアシリーズ良かったのといやまあこのティラノサウルスは僕は結構好きですねあとこのイグアノドンなんでこの21世紀に このイグアナドンのフィギュアがあるかっていうのはちょっと謎ですけどただまあこの昔のイグアナドンの造形としては結構いい方だと思うのであとはまあ資料的な意味で結構ありだと思うんですよねなので僕はいいんじゃないかなとは思いますねはいえーまあね僕はあの恐竜のフィギュアをねちょっと出してみたいなと思ってていつか。 まあ造形とかねまだ勉強中なんですけどまあ1年2年ちょっとちゃんとまあ趣味程度でありながらも勉強してですねちょっと出したいなと思ってるのでえー、まあ出したらここの動画で宣伝するかもしれないしまあ宣伝せずにどっかでポンと出してるかもしれないしっていうのはまだ何とも言えないんですけど ええっとまああのちょっとねそこら辺も考えてやってますねはいまあそんな感じですかね、えーまあ、今回は以上になりますはい僕のチャンネルではね恐竜のフィギュアの紹介動画をたくさんあげているのでぜひね恐竜好きな方恐竜好きなねお子さんのいらっしゃる保護者の方あとはまあ子どもの頃ね恐竜好きだったなと思って最近になって おもちゃを集めたとか、まあ、図鑑を見てるとか、イベントに行ったとか、そういう感じの、ね、社会人の方、ぜひね、あのいろいろ動画僕は上げてるんで、えー、チェックしてみてください。はい。えー、そんな感じですかね。はい。えー、今日は以上になります。ご視聴ありがとうございました。